始まりました OHK アナクスクスのお時間です。今日は私藤本久美がお届けします。イオンモール岡山でお買い物をお楽しみ中の皆さん、ちょっと足を止めて聞いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。さあ、前回のこのクスクスのコーナーでは、私が今圧力鍋を使って料理を頑張っているというお話をして、ポトフだったりとか豚の角煮だったりとか、いろんなねお写真を出しながら紹介したんですが、今日はですね、ここイオンモール岡山7階にある回転寿司岩坂さんの紹介をします。こちらにですね、以前萩原アナと退社される前の淵本アナと一緒にランチを食べに行った時に、ちょっとびっくりしたユニークなものを発見したんですね。今日はね、それをこのスタジオに持ってきました。それがこちらです。じゃーんどうですか、何かわかります？その名も寿司ミルフィーユと寿司パフェです。もうスイーツみたいな名前でしょ。これね、テイクアウト限定のメニューで、去年11月ぐらいにできた比較的新しいメニューということなんですね。岡山県にある岩坂3店舗どこでも予約を受け付けているということですよ。さあ、気になるこのミルフィーユとパフェのね、中身を詳しく紹介していきましょうか。ではまずこちらですね、寿司パフェの方です。はい、下、一番下、皆さん見えると思うんですが、ぎっしりとサーモンが敷き詰められています。その上にシャリが乗っていて、アボカド、そしてシャリで、その上には見て見て見て、大きなカニ、ホタテ、輝いているイクラ、ウニ、いや素晴らしいラインナップですよね。もうみんなが大好きなものが全て乗っています。これが寿司パフェ。パフェというだけあってね、ちょっとね高さもあるんですよ。さあ、続いてこちら寿司ミルフィーユです。こちらも同じく一番下にはサーモンがたっぷりと詰まっています。で、シャリがあってアボカド、そして上にはちょっとね内容が変わっていて、ネギトロだったりとかホタテ、ウニ、イクラ、アナゴ、イカ、大きなエビが乗っています。カニとねエビが違うのも大きな特徴ですよね。これが寿司ミルフィーユです。具材もたくさん乗っている、種類が多いですよね。どちらも寿司パフェと寿司ミルフィーユは税込みで1620円になっています。テイクアウトできるということは、ちょっとねお友達がこう遊びに来てホームパーティーをするときとか、あとどなたかのねお家でパーティーするときに手土産で持っていっても喜ばれるんじゃないでしょうか。もう見ているだけで綺麗ですもん。まさに海のジュエリーボックスや。はい、誰かさんの真似でしたさあ、この他にもですね、店長さんおすすめの今が旬のネタが岩坂にはたくさんあって、今は聞いてきたところ、釜揚げしらすとかベイカが旬で美味しいそうですよ。そちらもぜひチェックしてくださいね。そしてまだまだ情報あります。岩坂はランチメニュー、そして夜のメニューもね豊富に取り揃えられているんです。ランチメニューがこちらです。私たちもねもう昔からよくお邪魔しているんですが、ランチが本当に品揃えが豊富で、セットがいろいろあるんですよね。上に乗っているびっくりランチなんかは1100円でお寿司が豪華についていたり、あと天ぷら、茶碗蒸し、お汁ね、いろいろもう本当にお腹がねいっぱいになって大満足できるメニューなんですよ。御三家ランチもよく頼みますし、海鮮丼ランチもね萩原アナが大好きでよく頼んでいますよ。そしてランチメニューだけじゃなくて、夜のメニューがこちらです。はい、彩り海鮮丼の皆さんボリューム見てください。もうあふれんばかりにね、あんなにたっぷりウニとイクラが乗っている海鮮丼ありますっていうぐらいですけど、本当に豪華なんですよ。いろんな種類が乗っていますし、大きなエビも乗っていますし、あと天ぷらも茶碗蒸しもついて大満足ですね。このメニューも夜特満喫セットもあるし、
そう、夜にお得に楽しめるメニューが用意されているのってすごく嬉しいですよね。皆さんもランチ、そしてね、夜得メニューもチェックして足を運んでみてください。そして岩坂の目玉イベントはマグロの解体ショーですよね。これ見に行かれた方いらっしゃるかな。このようにね、お店の前で月に一度もう豪快にマグロを解体するショーが行われるんです。この様子は、今月4日に行われた様子ですね。いや、大きいな。ご覧のようにご家族でね、見に来られる方とか小さいお子さんもすごく喜ばれるそうですよ。ね、拍手が起きてますよね。このマグロの解体ショーは次回は5月5日水曜日、子どもの日に行われる予定だそうですので、ぜひ間近であのマグロの解体ショーの迫力を感じてみてはいかがでしょうか。さあ、今日はイオンモール岡山7階にある岩坂の紹介をしました。この寿司ミルフィーユと寿司パフェのテイクアウトメニューで皆さんおうち時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。さあ、次回の OHK アナクスクス藤本の時間も皆さんに役立つ情報、そしておいしい旬の情報をお届けしたいと思っていますので、楽しみにしていてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。